일본 빵은 왜 하는 거지? 오, 야르네스. 난다. 안 돼. 내 따지고 빵은 해. 만사의 대박은 스타빈. 야, 뭐? 빵. 야, 사기 분구나 이랬다며. 아시네. 로고 같은 거 봤으니 빵 맛있겠다. 맞지, 그거 같았어. 정말이 나타난 거야, 근데. 뭐, ほぼ 毎日 何しても 1日 그렇게 楽しかったのに どのタイミングで言おうか 今回相手会うのか 何で今日は言わんのか 思わせといて いや、もうこっちとしては言わんのかな 思ってない もう言うやったら早く言うてほしいわ なんか僕違うね 髪型を いや、やっぱりその漫才のにはちょっとだけ違う気がすんねん。いや、それがバンバじゃない。バンバに慣れていない人を思われているバンバっていう印象、これがバンバっていう印象でいいよ。いや、俺ずっとバンバだよ。ずっといいと思いますよね。うまっ。なんか昔の なんつったね動画とかはい見たら返せ、まあこんなんいや誰が言ってんねんって思うかもしれないですけど、はい、変なの変ですよ。誰が言ってんねん。ほんまに変なの。ほんまに変なの。ほんまに変なの。ちょっと誰が言ってんねん。誰が言わせてくれたのかな。お前さん、じゃあ、お前だけには言われてない。変じゃない時がないやつやねん。 僕らはね、変じゃないもん。お前は普通じゃない。変人では絶対いいんでしょ。はい。なんかこのショックされたもん。はい。ネギのレビューするって。はい。あの時はなんか、なんすかね、すごいセットしたんやろなっていう気がした。ああ、まあちょっとなんかこのサラマってなかった。サラマってなかった。それじゃあ、あんまりいいけど。でもお前、 俺さ、ホテルの療養の時初めてこのネット配信のやつチケット買って見て、ああ、ワリマーさんのライブ、いや、もうしびれた。めっちゃ、いや、このあのライブ配信見てくださいとかってさ、我々ライブを配信してる側やけど見たことなかった配信の、はい、あの 劇場で撮ってる映像を取り寄せて見ることはあるんだけど、お金関係は見たことない。お前らのライブどんな感じになるのチケット買うとかさ、いろいろやってみる。いや、全然楽しめる。一体感めちゃくちゃ、もうだからほんまにベッドで 正座して携帯こうやって置いて、イヤホンして、じーっとこうやって、2時間ぐらい。でもめっちゃ楽しかった。リアルタイムっていうのはでかい。そう。あと、この、はい。お休みいただいてる間に、ドラマが始まったり。あ、そうですね。金の切れ目がこの始まり。お金の切れ目。金の声。はい。 まあ、本当にちょっとずつですけど、はい、名指しいただいて、小林さん結構なんか、はい、サモリ乗ってましたね。いやいや、関西出すぎやけど、関西出すぎやけど、あ、こんな部分にできるんやと思ったんですか。あの、かかったかなり回してた。いや、いや、俺さ、あれ当日言われたよね。あ、そうです。いや、もちろんじゃアドリブだよ。 いや、あ、そうなんですよ。いや、だから俺そのさ、なんかあのやんちゃで考え、片方振り回してくださいって言って、あれ表の会社やからさ、はい、あの片方ほんまの表で抜いて振ったらなんかガシャ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 ガ
北村匠海くんのお父さんやほんまに工場でやってやってこうやって振り返るだけのためにあの父さんが取り組んだらしい2時間、2時間半かけて2時間5時間かけて振り返ったのにで、タクシー乗って帰るときめっちゃ恥ずかしかったって言ったらで、俺のところ第2話の時にはそうやってこの間はね2話第2話まあ、もうほんまにそのね資料を三浦アナさんに、まあ、俺、いつもええからなって言って渡すだけ、一言だけ、そのためだけに自宅から1時間ぐらいかけてタクシー乗って行って、ほんで、メイクさんとかにいろいろやってもらって、衣装着してもらって、で一応、まあ、リハやったり、で一言だけ言うて、そのためでした、河合さん、終わってです一応、まあ、ドラマの仕切りとしてあるけどな。ね、一行だけのセリフで、なんかスタッフさんとかにうわーって話したらめっちゃ恥ずかしかったそうか、2話はそんなにやったそう、オーマーの一言だけやったな結構ね、僕ら一瞬ですけど、結構ね、ちゃんとその何時間もやって、あの一瞬やったら僕、一話目のね、はい、ハルマさんにはいはいじゃあ、なんか陰口じゃないですけど、はい、主人公の松岡さんの陰口を言っている、はい、その罪を三浦さんに出しつけられて、はぁって言ったりのシーンが、はい、ここね、なんか何個か撮ってた、はい、何個かシーン撮った後にあのシーンだったんですけど、はい、なんかちょっと声が僕だけうるさかったんで、はい、ちょっともっと自然な感じでってなったんです、はいハーと一言で NG くらいそう、ハーっていうのをすぐには押さえとかないと間違って、はい、ハーってすごいちっちゃいものさりげない感じでハーってこれぐらいかなと思ったやつが次本番始まりましたから皆さん、そこのハーはもうちょっと強めで稲田さんらしくって言われてはい本番直前で言われたらどれぐらい自分の中で塩梅が多かったの間に始まってしまって、で、なんか私、もう、ナッチーって言われたら、もう帰るんだって、歌舞伎みたいな。はぁーまた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 もう、ほんま恥ずかしいこと、マジで。もう全員が笑って、全員が笑って、そんなわけだ。恥ずかしい。もう、ほんま。俺、そんなに色はなかったけどな。難しいわ、でも、かわいさでも、ね、見たことのないかわいさあるみたいな。さっきかわいさが出てました。はい。北村匠海。チャリーン。すげえ。お前、いじってんの？いじってない、いじってない。なんか、やたらそこばっかり言ってくる。いや、すごいなって。いや、まあ、アドリブでやってるわけじゃないからな。で、あの、チャリーな方が、僕の経理部なんですけど、はい、経理部の僕の机に置いてあって、はい、なんか皆さんが、なんかカメラリハーサルして、はい、どうやって撮ろうみたいな、真剣に打ち合わせしてる時に、分かるはずなと思って、なんかさ、ちょっと脱いから、チャリーン、やるやん、そうなんだよ、お前、セットに置いてあるやつ。触ってなんて。わざわざ僕の机に置いてたの。いやいや、俺が置いたわけじゃない。違う。違う。いや、貴重な経験じゃない。いや、本当にね。さあ、寝ろ。はい。まあ、4話の最終ですから、はい、見ていただいて、ね、ずっと間違いが。間違いなって思いながら。まあ、それは間違いよ、そりゃ。ね、我々、芸人なんで。みんななんか、初めては僕らだけでしたもんね。まあ、もちろんね。はい。もう皆さん、役者の方が来るんですから。なんかね、誰が一回やってたら分かるか。はい。その途中で止めたりする。はい。ありがとう。自分が喋ってるのに、ありがとうって言うのか。なかったね。
まあ、遠慮その手前までは取り上げられないんだ。チャンネル登録お願いします。一ステップポンってタップするだけじゃん。何やその言い方。